伊江島で生産が盛んな島らっきょうです。拠点産地にも指定されブランド化を目指している伊江島の島らっきょう、ここ数日のポカポカした陽気のもと農家が作業に追われています。10年ほど前から島らっきょうを栽培している農家は、今年の島らっきょうは大きく育ち品質もよく豊作で、県内外の多くの人にぜひ食べてほしいと話していました。島らっきょうの収穫は梅雨が始まる5月頃まで続くということです。